ワシリー・オー・シェプコフはシリー・オーシェプコフ、または、バシーリー・オーシチェプコフは、ロシア・サハリン生まれの日本で学んだ、柔道家で、ソ連の格闘技であるサンボの創設者の一人である。ワシリー・オー・シェプコフは1893年、サハリンに生まれた。日露戦争後の1905年にサハリンは、日本統治となり、当時孤児となっていたオシェプコフは1907年9月から、 東京の西京海人学校で過ごした。この間行動間で柔道を習い、1913年に初段となり、日本を離れるが、また1917年に日本を訪れた際には二段となっている。ロシアへ帰ったオシェプコフは、1913年にウラジオストクで、ロシアで初めての柔道場を開く。その後、彼は、赤軍の通訳、スパイとして、ソ連、 満州、日本で働くが、柔道の普及活動を、ソ連で続けた。1930年代、柔道に似たサンボが、ソ連で盛んになり、オシェプコフは、その創始者の一人と目されている。オシェプコフは1937年の大粛清で、日本のスパイとの権威で捕らえられて、死亡した。しかし、その後三番目の妻であるアンナイバノバの努力で、1957年に、 名誉回復している。21世紀になって、プーチン大統領が柔道家でもあるせいもあり、オシェプコフの役割が、ロシアでも、日本でも、再認識されている。2012年9月9日に、オシェプコフ生誕120周年記念式典が、ウラジオストクシスポーツセンター、オリンピエツで開催されて、日本からも柔道家が出席している。2014年、 世界散歩選手権がオシェプコフが柔道を学んだ日本で開かれている。2016年9月にウラジオストクで開催された東方経済フォーラムに出席した安倍首相もそのスピーチでプーチン大統領ならよくご存知のロシアに初めて行動間柔道をもたらしたワシリー・オシェプコフはコラベリナや通り21番地というところで最初の道場を開いたそうです。 その建物もまだ残っているのでしょうか。と述べて、日露友好を演出している。日本で学んだ柔道をロシアに伝え、ロシア柔道の祖として、ワシリ・オシェプコフの銅像が、ウラジオストクで最初の柔道場を開いたところに完成し、2016年9月24日に、除幕式が行われた。像は、行動間柔道の創始者である、カ能ー頃から労帯を受け取るイメージになっている。 サンボとはサンボの創始者たちをシェプコフ生誕120周年記念式典に参加してサンボ、ワシリーをシェプコフサンボの日本会議、東方経済フォーラム東方経済フォーラム2016における、安倍総理大臣スピーチ2016.09、03、ロシア柔道の素動像混流、極東ラジオストックで除幕式2016.09、24、ありがとうございます。